こいつがね、ほんとに。なんなんなん。もういいけど、ほんとに。やっと仲間に出るかな。マジで最高な。もう言いたかったもんな。あ、ごめん、ちょっと待ってた。あ、待ってました。あ、本当ですか。ごめん、マジで。あ、そう、今の言われてるの。あ、そうか、まあまあいいか。まあいいか。どっす。どっす。どっす。いや。あ、本当に待ち遠しかったんですよ。今日、今からする話が。はい。いや、ちょっとお前に聞いてた。ちょっとあの、先走っちゃった。はい、ウキウキしすぎて。ちょっとめっちゃ笑いが止まんなくて。先だね。レイちゃんからちょっとご報告があるっていう。あ、どうぞ。実はその、彼女とピーターマンとはちょっと別れちゃいました。やったね。またまた。いや、ちょっと、あの、本当に。もうほんまは何？いや、ほんまに、ほんまにほんまです。まあまあ、わかった、はあ、まあみたいなのがありつつ、はあ、ほんでほんで、いや、遅れたんですけど、いや、わかりましたね。わかりましたわ。あんなにラブラブやったのに。ああ、まあラブラブと見せつつね。一緒に和歌山旅行も行ったのにね。あ、え、和歌山の時は揉めたっけ。もう、和歌山は揉めたんじゃないですか、ね。喧嘩してた、あ、実はあの時。あ、そう言われれば見た気もするな。愉快ですね、本当に。あ、そう、愉快ですよ。愉快、まあ、やっとこっちの世界に来たなって。こっちの世界か。分かるって原因はやっぱなんか性格の不一致とか、なんか糸井ちゃんが忙しくなりすぎて彼女に構えなかったみたいなこととか、 あと、まあもしかしたらなんかね、ちょっと芸人とはやっぱ将来考えるのが、売れてる人だとかサラリーマンなら結婚も考えるけど、ちょっととか、まあ芸人してたらね、不安定な職業からな、ある程度はしゃあないというか、あ、やっぱどうして誠実やったからさ、生活リズムの不一致とかもあるからさ、そういうところでやっぱどうしようもないからさ、芸人ってやっぱ夜型というか、彼女が働きに行くとき、まだ彼氏寝ててみたいな、でもう彼女が寝静まった後に帰ってくるっていう、まあそういう、まあ仕方がないというかさ、心のすれ違いみたいなのがなあったりとか、あとなんかあのね、ちょっとまあわからんけどな、土井ちゃんがちょっとあの海外の世界的なコメディアンになりたいとか、そういうの目指してちょっと海外進出したいから別れたとか、やっぱ土井ちゃんっていう人間俺は知ってるからさ、まあわからんけどな、話はまだ聞いてないけど、なんかそういうちょっと辛い理由なんかなと思うんだけど、具体的にはどういう理由なんですか。めちゃくちゃ浮気してます。うわ、最低。いや、俺も言います、最低や、マジで。お前みたいなやつ、ほんと中古落ちてるなんて、マジで。いや、実は、こいつ人間じゃないです、マジで。来てましたね。怖いな。浮気ってのは具体的に何なん。あの、北海道にちょっと浮気しに、北海道に浮気しに、フライトについてました。誰と。いや、実はその怪物くんの本っていう人にちょっと、うん、6万円出すから、ちょっと、え、どうぞ交通費出すから、怪物くんの恋愛相談になる代わりにエッチさせてやるって言われて、怪物くんのことが好きな女の子ってこと。おー、はい、うん、エッチさせてやるって言って、あ、なるほど、怪物くんと付き合いたい、あ、そう、付き合いたいみたいな女の子が、怪物くんをどうやったら振り向いてくれるかみたいな相談をあってしたいみたいな感じ。あ、そう、デリヘル嬢の方に、はい、で、まあ会いに行って相談料として一発やらせたな。それやってきたってことじゃん。いや、やったんですけど、はい、ちょうど生意来ちゃって。あ、その子は。で、チンチン入れたらちょっと血まみれになっちゃって、血まみれはちょっと無理ですって言ったら、もう呆れてなんか買い物行くって言って、はい、一回外出てから、うん、もう戻ってこなくなっちゃう。あ、ホテル取り残された。あ、翌日の朝7時に帰りました。え、それはなんでバレたの。あの、実はその思い出にちょっとあのレシートをちょっと残していた。何のレシート。あ、その、あの航空券のレシートですね。まあ北海道に行ったやつをバッグの中入れてたら、なんかポロッと落ちちゃったみたいで。で、どうなってんの今、うん、あ、その子ですか。違う違う違う、彼女。あ、彼女ですか。あ、もう出てきました。一緒に住んでたんの。あ、はい、住んでました、住んでました。どこ行く先も告げずに。行方知らずってこと。行方知らずで。うわー、もういいね、もう最高ですね。あ、そう、やっと来たかってことですよ。いやいや、叩かれるんだよ、ここから。いやいや、ちょっと飲みたい気分です。ああ、いいよ、全然飲んで。これちょっとつまみになりますね、最高の最高のつまみだから。うん、いや、飲む。何それ、ちなみに。バドワイザー。あ、はいはい。あ、うまっ。一番うまいわ、この。今まで飲んだビールで。一番で。いや、でもあんたは振られましたけど、こっちはあの。え、振られたんじゃないの。え、違います。あ、振りました。バレで振られたとかじゃなくて。お、違います。バレたのを許してもらえたんですけど。おうおう。行くの思いっきりしたかったっていうだけが。あ、自分から分かる。はい。わきかゆい。
アップしてたやん、上がれた動画みたいな。ああ、しました、しました。うん、それはどうですか、反響は。ああ、なんかまあ、思ったより遠慮してねえなって思いまして。いや、アンチ来てたでしょ、結構。いや、意外と、あって。おかしいだろ、それ。ちょっと、川口くん、コメント欄見て、今。そんなバカなことないでしょ。俺、こんな叩かれてんだから。好感度意識してるから売れないんだよ、お前。ちょっと見てやるわ、じゃあ。ドイッチメンだっけ。そう、何これ、どういうこと。理由なんて言う必要ないのに、ちゃんと報告するところは素直だと感じるって。どんな、何が素直なんですか、この3人の。別れた理由、変に嘘つくよりはっきり言ってくれるのはいいな。どういうこと。いや、はっきり言ってって最低なこと言っただけですよ。飛び火しないように叱ってる感じ、ドイちゃんの優しさ出てるよな。ピー様もドイちゃんも本当に幸せになってほしい。なれないよ、お前。幸せの価値観は人それぞれです。引き続き頑張って。意味わかんないって。何か他の理由があってわざと悪者になってる説を信じたいよ。いや、それは違います。こいつ最低なよってやつなんで。ちょっとなんだ、分かってねえな、こいつら。生粋の芸人やな。俺はドイちゃん好きだぜ。うわ、ありがとうございます。芸人じゃない。いや、分かってないわ。本当偽善コメント多すぎ。この動画真に受けて批判する人はリテラシーないな。二人に何があったか分からないけど、どう見ても演じてるでしょ。こいつに何も分かってないよ、この人。いやいや、違うって、だからそういうのコメントいらないです。ちょっと待って、なんか彼女のために別れたんだよね。このままズルズル行くより全然いいと思う。いや、よいくないよ、全然。怪物より何倍もいい男だよ、頑張れ。やった。なんか裏がありそうだな。言う必要ないことまで言ってるだろうし。自分が悪者になって嫌いになってもらおうとしてる感じに見える。いや、違う違う、これが素なんですよ、本当に。土井のなんかその YouTube に来てるコメントは低能のやつばっか。いやいやいや、失礼だ。みたいなコメントもあるし、その、もちろんちょっとね、批判的なコメントもあるって。それ読んでください、ちょっと。まあまあ、それは別にな、実際行って読めばいいから。あ、本当ですか。いや、なんでだよ、もう。やばいな。何、酒まずなってきた。まずいですね。なってきたよ、なんか。さっきまでいい感じだったのに。ドイちゃんのチャンネルのやつは本当に人間としてできてない人多すぎ。普通に考えて浮気ダメだろ、クソ野郎みたいな、来るのが普通なのに。はいはいはい。え、ここからどうすんの、ドイちゃん。でも、次行った方がいいよ。いや、ちょっと、あれですね、なんか、客レッテ作りたい。なんでなんで。あの、キャフレってあのチャットファイトフレンドって。具体的に教えて。あ、ちょっと目の前でキャットファイトしてくれる女の子。ああ、セフレみたいな。セフレみたいなやつ。セフレの4、50倍難易度高そうよ。目の前でボコボコに殴り合ってくれる友達ってことだろ。あ、そうやってくれる。あとやっぱマッチングアプリもちょっと再開して。もう一回やろうと思って。飯よりフリック、ちょっとまた女の子やっぱ選手を増やしたいんで。やっぱこの選手、その選手を。あ、選手、キャットバイトの選手を。あ、そういうことか。あんたの選手いらない。そんな DNA 欲しくないもんな。俺もないぜ、子供作るかも。ああ、まあそうだよね。あなたはなんか同じ穴の無地なのに何言ってんだって思ってた。こんな同じ。でか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 。同類のこのクズがなんか子供作りたいとか言ってるんで。ああ、なるほど。ドイちゃんは子供作りたい願望はないけど、え、怪物くんはあんねんな。あります。あれ、腹立ってます。いやいや、腹立ってます。いいだろ別に。いやいや、腹立ってます。いや、あんたはどうせ子供犯罪者がしゃぶちゃうんだけど。すごいよ、お前。これ、炎上するわ。もうダメだ、これ。こんな思想のやつは犯罪を犯すと思う。あんた、同じ同じだよ、あんた。じゃあ、あえなく YouTube ドリームとして彼女ができた二人がまたフリーに戻ったということで。そうですね。だって YouTube 始めた時は彼女おらんかったやろ。ああ、よせてよせて。このチャンネルのおかげだった。うん。いや、おらんどころか。もう童貞でしたね。同じくは。同じくね。いや、俺のおかげだよ。いやいやいや、見たかった。だって、もともと見てたんだ。いや、もともと見てたってのあったんだけど。ああ、そうなの。ああ、でもあんたのおかげじゃなくて上田さんのおかげなんで。いやいや、違うよ。俺のおかげだよ。いや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 。まあ、でもいいじゃん、だって別に。次行けばいいじゃん。まあでも来てる、来てるでしょ。いや、来てる。いや、あんま付き合ったと思うのはないですね。まあ付き合ったもないわな。あ、はい。あんた。いや、そういうことじゃない。ドイちゃんの意思としてやろ。いや、意思として、意思としてですよ。なんでなの、それ。付き合うってやっぱ、責任やっぱあるじゃないですか。ああ、なるほど。交際することの大変さを知ったってこと。ああ、そうですね。その女の子ゲロとか履いて絶対勝たしたくないんで。なんでゲロとかしても勝たしたくないんで。ああ。どういうこと。あ、女の子がもしゲロとかしても勝たしたくない。なんで急にゲロの話しました。意味わかんない。いや、でもピンさんはめっちゃ感謝しておりますね。あとやっぱ命救われたことあったんですね、実は。うん。命を。ちょっと浴槽で床を回してましたら、なんか熱中症になりまして。天地一転して、なんかもう死にそうになって、前科でぶっ倒れて、で、介護してもらって、こうやって、あれ、いなかったら多分死んでたかな。うわぁ。でも別にいい気味だよ、本当に。いや、でもなんか分かってなかったのが残念でしたね。何が？叩くことをしないっていうのは。
もうそれがなんかもう本当に腹立ちますノイローズになるぐらい希望住所の DM 送れって。いや送ってほしい、キャンプな気ままに這い上がってこれないぐらい叩きまくってほしいですねまず彼女ができたこと自体がもう不思議でしょうがない。いやいやいや、あとの前歯が気持ち悪いんで。いやいや、あとだってケツ気持ち悪いんだから床でおなるっていうのもキモいし。いやいや、いいじゃん、床おなるっぱ。それだからもう立たないんだ。いやいや、風俗もちょっと一回行ったんですけど、うん、なんかナンバーワンの子みたいな子、空いてるんでどうですかって言われて、うん、でなんかタイプじゃなかったんで、うん、なんかでもなんかその行けなかったら出来になると思って必死でこうやって言えなかったら出来になるの。そうなの。でチンチン筋肉痛になっちゃいました。男性器って筋肉なのあれ。あ、筋肉で。あ、本当一回地獄に落ちてほしいね。ああ。ボコボコにされてほしいこいつ。絡まれてなんかボコボコにされてほしい、ね。あ、ボコボコってその物理的にってこと。物理的になんか、いやなんかね、こんな笑いながら浮気してるやつ見たことない。ああ、なるほどなるほど。ヘラヘラしながら報告してることが。普通だったらこんな顔できないもん、うん、サイコパスなんだよもう。いやいやいや、本当にもうやだわ、嫌いだわこの人ねえ、よかったよかったよかった、いい気味ですよ、いい気味、うん、三島ですよ、本当最高。いや、よかった。でもなんであんなさ、赤裸々に喋る動画あげたの。いやいやいや、もうなんかそうですね、まあそろそろいいかなって。何そろそろいいかなって。いやいやいや、いやなんかまあやっぱあれだね、言わないとやっぱと恋はできないね、じゃあもう。いやもう恋はもう無理だ、まあ、ピザまで結構もうお腹いっぱいになっちゃったんで。ほうほうほう。もうあれ、前の彼女にはもう全然不安はなかった。おお、もう不安、ああ不安、まあもうないないと思う。全然言った方がいいよ不安、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 ないです。いや言って、いやいやいや言ってほしいわ、なんかまだなんか安パイに回そうとしてる。いやいやいや、そうそうだって、カウスかなって分かった瞬間、彼女の悪口めちゃくちゃ言うもんな。いやまあちょっとね、まあそれはあったけどね、ほらつまんねえよこれ。ねえねえ、本当に面白いやつやったらこうでクソ味噌に言うのにって。まあだから売れねえんだろうなと思いますこいつは。でもね、経営としてもつまんないからね。つまんねえギャグばっかやってさ、売れると思うからそれ。まああの前の彼女はね、一般の方ですから。あ、そうそうそう、はい、もうこれ以上は。いや、そうそうそう、あんまりなんか追求するようなことは。あ、そうそうそう、追求せず。あの、そうすか、特になしで。つまんないやつは。とりあえずの全部が気持ち悪いですね。じゃああれやな、もうこの二人は今彼女系の企画とかはもう自由にし放題、一応。あ、女の方はどんどんお願いします。まあこのチャンネルって俺が企画考えてんねんけど。そうですね、ちょっとそういう企画をお願いしてもいいってことね。いや、もうそうですね、いいね、ちょっと合コン企画とか。あ、そうですね、もう相沢みなみがいいな、ちょっと呼び捨てにするやん。あ、そうですね、ちょっとみなみちゃんがいいですね。あともうカレンちゃん、カレンちゃんとみなみちゃんで僕キャットライト出てる女優さんとかちょっと。ああ、はいはいはい、お願いしたいですね。まあでもあれね、ひとまず怪物くんの願いとしてはもっと童謡を叩いてくれって感じ。童謡叩いてほしい、味わってほしいですね。うん、もうとんでもないって言うの来たんではい、まあ二人とも振り出しに戻ったってことで。そうですね、まあ、でも同じレベルだと思ってないんで彼と。ああ、なるほどね、はい、いいいいいい、はい、なんかちょっと叩いてください、ちょっと。ダメないね、これ。いい気味だよ、本当に。いや、本当にね、良かった。今日の撮影が一番楽しいわ、本当に。だって俺、20回ぐらい見たもんね、あの。あの最新のやつ。そうそうそう、コメント欄が本当頭おかしいね、同一信者が多すぎ。笑いざら言えって、だから。いやいや、絶対不満あるだろ。いやいやいや、ない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 、タルタルの時もそうだった。なになになに、ダウンタウンの時もつけなかったから。ああ、はいはいはい、本当にお前は思い切りがないんやなって。思い切りがない。ああ、だから売れねえんだって、本当に。無理無理、チャンスなのにな。俺だったら言って、売れるチャンス。え、カブスがあれやんな、別れました生配信みたいなした時にさ、あ、はいはいはい、もうその時点でなんか次の彼女候補みたいなのが、あ、聞きました聞きました。おうおう、 DM 結構ちょっと2、3人ぐらい来て、私でどうみたいな。ああ、次の彼女私でどうみたいな。あ、そうそう。え、ドイちゃんはさ、別れましたって動画上げた時にさ、そういうリアクションはなかった。いや、一切ないっすね。ああ、なるほど。いや、来ないでしょ、こんなに。まあでも来たところでな、作らへんやろ彼女。ああ、まあそうそう、作んないですけど、お床を頑張ってくださいとか。あ、そういうの来た。ああ、そういうの来た。差がありますもんね、差が。僕とこの人では
やっぱ差があるなと。ああ。モテ度が違うもんな。女性から来ないのが差があるな。そうですね。相手にされないのはこの人。あ、どうぞどうぞ。あ、そうやそうや。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。あ、そこっから取られる。まあちょっとあの次の撮影でお呼びしたんですけど、あ、はいはい、聞きました、土井ちゃんがお別れしたっていう話。ああ、まあ、触りだけやっぱ別れると思ったよね。うーん、そうね、まあ結婚するとは思ってなかった。ああ、一人目初めてだもんね、付き合ったね。あ、いや、一応3人目です。あ、3人目え、そうなん。あ、そうそうそう、知らんで、その話。知らない。え、本当ですか。うん、あ、マッチングアプリの子。いや、マッチングアプリの子っすね。最初の子がなんかあの別れる時にエッチさせてくれって言って。なんか聞いたことある、別れていいからエッチさせてくれって言ってなんか聞いたような気もするな。で、2番目の子はその目の前で床を押したら、あの、その、あ、そうや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 、あのカーテン送りつけちょっとあの、この話の詳細、どの動画か忘れたから、あの、覚えてる人コメントしてください。ホストさん、もう全員このチャンネル出てる男性が、もう彼女なしになっちゃって。はい。どうですか？まさかでしょう？まあ、そうですね。こんなことになるなんて、誰が予想できました？